ジョン・ウヒは、韓国の女優。2004年の映画、恋する神父に出演して、演技活動を開始し、2011年の映画、サニー永遠の仲間たちの演技で注目を浴び、2014年に、公開された、ハンゴンジュ17歳の涙では主役を演じ、清流映画賞主演女優賞を受賞した。1987年4月20日、京気道イチョン市で一男一女の長女として生まれた。 3歳年上の兄がいる。高校では演劇部に所属し、景気大学公演理学科を卒業した。2009年に公開されたポンジュの監督の映画、母なる、照明のオーディションで、主人公途順の友人ジンテのがールフレンド、皆役にキャスティングされ、本格的な演技活動を開始した。この作品では、ベッドシーンも披露している。 2011年に公開されたカンヒョンチョル監督の映画サニー永遠の仲間たちではイ・サンミ役で出演し、オーガネ賞と清流映画賞女演女優賞候補にノミネートされた。以降、2014年3月に公開された映画優しい嘘に出演した後、4月に公開された女子中学生集団性暴行事件を描いた映画ハン,ン17歳の涙で主演の ハン,ゴンジ中を演じた。3億ウォンにも満たない低予算で制作されたこの映画はマラケシ国際映画祭、ロッテルダム国際映画祭などの国際映画祭で相次いで最高賞を受賞して公開前から話題になった。彼女はこの映画で第35回清流映画賞主演女優賞を受賞した。ありがとうございます。